していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。声優ラジオの裏表、ハエって感じのよくできている感じの女優漫画。内容は、二人の JK 声優がお互いにライバルだけど尊敬しています。って感じの立ち位置と、その二人が実は偶然同じ高校の JK であるということから始まる漫画。この漫画は、ゆるゆりでもなければ、ラブコメでもレズ漫画でも多分ない作品。で、にゃぴ、よくわかんないですので、性格が合わない水と油みたいな性格設定とキャラデザしているので、常に対立するけど、お互いの仕事に対する姿勢は素晴らしい。別にあなたのこと認めてるわけじゃないのよ。みたいな感じ？何がすごいって、一切、いわゆるゆり豚？とかゆるゆりたしなみたいって感じのニーズにこびないって部分がベネであり、例えばゆるゆり漫画の中余って全員が全員門芸性格いいし、嫉妬という概念が存在しない優しい世界なのぜ。だから、ゆるゆりをたしなみたいって男性は女が持っている気する振る舞いなどがゆるゆり漫画からは出てこないから、安心して優しい世界で、天使のように可愛い JK たちがほっこりさせてくれるという触れ合い動物園をたしなめる作品なのぜ。ところがこの作品はタイトルから推察できるように、お互いにガンガン嫉妬するし、あいつの学校での態度が気に入らないとか、知らないけどジパングドラマの撮影現場の、女優たちがやりそうって思えることをやってくるので、そんな感じで、ユニブタの人たちが好まない振る舞いをするし、そういった部分が差別化できてていいとは思うし、それでアニメ化まで行ったのが純粋にごいすー、面白くないからって言いたいんじゃなくて世間一般が求めている、と思われるふわっとしたニーズをあえて無視して、ニーズを取りに行っていないのに、アニメ化した実力というかそういうところがすごいって褒めているので、別におまんじゅうはどっちでもどうでもいいんだけど、ラブコメ漫画って多分繊細な精度が要求されて、例えばなんちゃらってアニメ化したラブコメとかで、実はヒロインがおぼこじゃありませんでした。で設定を追加した瞬間に大炎上して、作家がやる気をなくしたりするってラノベがあったり、女アイドル声優がおぼこじゃないでしたってことで、耳に静止がかかる。完全に娼婦の声になってる。処女膜から声が出ていない。って感じの名言が生まれるくらいめちゃくちゃ面白いイベントが発生するのが人族の常なわけ。ごく一部が面白い投稿をしてくれるのぜ。まあ、そんな感じだから、徹底したリスク回避とこびる演出やキャラデザをするのがラブコメとかゆるゆり漫画って必要なんじゃないかなって思うわけ。この漫画はターゲットがゆるゆりじゃないんじゃないかなって思うのぜ。そんな感じなので、そんな感じをしないで人気出たり、アニメ化したりしたことが純粋にすごいと思う作品。どうでもいいんだけど、なんで多数の男子が処女に執着するかというとキリスト教の影響によって、処女ってものの価値が高まっているからなんじゃないか説がおまんじゅうの説なのぜ。ヨーロッパだと貴族の女は自決用のナイフを親から渡されて、もしも養育されそうになったら、貴族らしく誇り高く亀をべらしろとかみたいな認知の歪みが浸透した結果、お互いにお互いが不必要に価値を底上げちゃってる結果なんじゃないかなって思う。あとは知らんけど、うちらおまんじゅうは、雪が積もってるとめちゃくちゃ雪山に向かってバックンバックンするのぜ。で、誰かがすでにバックンバックンした後の雪山には、何の魅力も感じないしバックンバックンしたりしようって気が起きないのぜ。そんな感じの延長線上なのかなって思ったり思わなかったりします。にゃぴ、よくわからないのぜ。マリッジグレイ、この漫画すげーって感じの2000年っぽいラブコメを2020年風にアップデートしたような作品。作風も昔のジャンプで連載していたようなラブコメだし、作画も今風のジャンプに乗ってそうな作画しているし、本当になんでこうも作画って出版社の癖が出るの？と思う。これは多分、その漫画で連載持ってる人のアシスタントさんが主要した後に作家になるからなんじゃないかなと思うので、そうそうするとアシスタント時代に自然とその作家の癖とか作画に影響を受けるし、その連載作家の担当にネームを見せることもあるだろうからそうやって癖というのが、脈々と伝承していく秘伝のタレみたいな感じなんじゃないのかなって思うので、何がごいすーってのは、おまんじゅうたちはこの漫画以外の恋愛漫画ってさっぱりなので、ほら、さっぱドアガンね。でも、この漫画はそんな恋愛音痴のうちらおまんじゅうが、すっげー、お上手。って思う作品しているのぜ。内容は、自己評価が低いサオ役のおじさんのリーマンの仕事先に、くそ可愛いメインヒロインのパーペキ女性が現れて、そのパーペキ女性とあれよあれよと結婚。このパーペキはつつもたせなのか、という感じなのでマリッジブルー状態のおじさんと、チキピ。
好きピープルの役なのぜ。ちなみにだけど、ピープルってのは複数の単数形って意味わからない特性を持っている名詞で、意味は人々。だから、JK が正しく使うなら好きパーソンなのぜ。英語できない漢字が JK っぽくていいよね。もしかしたら元々は本当にピープルとして使ってたのかもしれないけど、今は特定の誰か一人を指す漢字だからんにゃぴ、よくわからないです。で、実はそのメインヒロインは、いわゆるメガネを外すと美人という、いわゆるよくあるテンプレ漫画の美人で、ただの美人の陰キャで、陰キャ時代に主人公と面識があって、主人公のことを初恋、片思いしてますっていう、男子向けラブコメのために存在しているような感じのメインヒロインで、毎日旦那に好き好き、をするっていう漫画。どうでもいいんだけど、よくメガネを外すと美人だとか、前髪を上げると美人って描写が漫画ではあるんだけど、それは漫画でしか存在しなくて、美人は瓶底メガネをしてても、前髪がやぼったくても美人なのぜ。この漫画の何が凄まじく文芸かっていうと、色っぽいことが好きな処女で、美人、料理から家事まで何でもござれ、しかも主人公にぞっこんだし、一切のネガティブな嫉妬もしないという、あなたが神かって感じの全方向に隙のないパーペキ超人をしているという展開というか、一貫の見せ方はパーペキ。器用と気立ての良いムッツリなメインヒロインが一方的に好意と慈愛、献身を与えてくれるっていう聖女みたいな感じで、ラブコメ好きの男子がただただ一方的に気持ちよくできるようにできている寸晴らし漫画なのぜ。ここまで、読者に手厚いおもてなしができる漫画って感じが凄まじく、徹底した読者目線で、徹底してストレスフリーというパーペキなラブコメ漫画、それと普通にすげーなおいって思う部分は、この作家多分中の人、女性だと思うんだよね。で、女性の作家って女が持っているこういう部分が嫌だとかそういうのを人生で経験しているし、男が持っているこういう部分が嫌だって部分も人生で経験していると思うんだよね。そういった人生の経験ってのがどうしても作品に反映されるものなんだけど、この漫画ってそういう男のこういうところが苦手って部分が一切出てこないし、普通に男目線でこんな嫁がいたら最高って感じの、キャラデザとシナリオに徹底している職人って感じがガチでゴイスー。男の漫画家が理想の嫁を作って、ラブコメする方が100万倍楽なのぜ。いや、本当にすごいなって感じで、多分女なのにちゃんと男子目線で作ができているし、下着の表紙のコマとかも、ちゃんと男子がいいって思えるような下着のチョイスとかを多分してて、この人どんだけリサーチしてんだよって感じの作品に対する向き合いが本当にゴイスーな作品。中盤以降は周りにクズキャラみたいなのを配置したりして失速するが、女の嫉妬とかドロドロした部分はサブキャラ作ってそいつらに吐かせてるから、常に主人公とメインヒロインは無傷なのぜ。その作戦もお上手ですごいのぜ。女性作家が男性向けラブコメを作るという大変チャレンジングなのに対して、女性作家が男性向け、男性作家が女性向けラブコメを作るとどうしても嫉妬とかおせっせみたいな気する嫌な部分、苦味が出ちゃうから、あんこがトゲトゲした人向けじゃない感じの作風になっちゃうのぜ。にもかかわらず一巻のおもてなし力が凄まじい作品。本当に一巻読んでみて、これ多分女性作家が作ったんだよというのがガチでゴイスーな作品。彼女を借りします。この漫画というかこの作家が不思議すぎておまんじゅうたちからしたらよくわからない作品で、マリッジグレイ読んでて思い出したので解説。まずこの作家はラブコメというか結構嫉妬とかうわーこういう感じの男、女キャラ問わずにこういう感じのクズ性格嫌だねーって感じのキャラクターを出したりする感じのリアル路線の漫画が得意とする作家です。で、この作家は作画がお上手なので、そういうことしないで普通にちゃんと可愛いヒロインを描こうと思えば、もののてっていう打ち切りバトル漫画があったんだけど、普通に可愛いヒロインも描くことができるわけ。ところが、うちらおまんじゅうからしたら、もののてって結構面白い漫画だったんだけど、それは打ち切りで、一方の人間の持っているドロドロというか嫌な部分を前面に出したラブコメは長期連載するっていう、ラブコメって本当にわからないなぁ、たまげたなぁって感じの作家というか作品。内容は、ジパングに存在する日モテの男たちがメンタルケアに使うという感じだと思われるレンタル彼女なる、末法めいた仕事をしているメインヒロイン1とそのメインヒロイン1に惚れたり別のヒロインが現れて、ふらふらといろんな女に手を出したり、元カノが超絶地雷だったりするさお役の男のラブコメみたいな漫画。単純にレンタル彼氏彼女とかキャバクラホストクラブといった、不特定多数の生物がするサービス業って何が楽しいの？
おまんじゅうは思うだけで、そういったサービス業に準じている人族を指しているわけじゃなくて、そういったサービス業に金を払う人族が意味がわからないので、この漫画、おまんじゅうからしたらガチですごいんだけど、まず主人公が将来、俺は昔はモテモテだったんだよとか言いそうな底辺というか、そこら辺にいそうな等身大のリアルモブ男 A みたいなキャラデザしているという部分、何が語彙数かって、例えば春日の憂鬱のキョンみたいに徹底して無味乾燥キャルゲーのサオヤクって感じに仕上げていなくて、こいつクズだわとか、こいつ優柔不断だなって要素をふんだんに取り入れてある。少なくともおまんじゅうから見たらネガティブ要素しかない魅力のないキャラクターに仕上がっている部分なので、次に各ヒロインキャラクターも癖が強いというか、マリッジグレイみたいなラブコメ好きの男子がほっこりするようなキャラクターに仕上がっていなくて、ほぼ全員癖があって上って地雷が含まれたキャラデザしているわけで、最後に主人公はそういった癖の強いヒロインたちに対して好かれるように努力するって感じの1990年代のラブコメ展開をする漫画なのがマジで語彙数な作品。僕は死にませんって感じのクラシックな作風なので、前にどこかで話したけど、2020年のラブコメのトレンドって器量と気立てが良い処女でむっつりなヒロインがひたすら主人公のサオ役に好意を寄せるってシナリオが合理的なシナリオなので、ただただひたすら読者がノーリスクノーコストで気持ちよくなれる作品。ところがこの作品は別に対して魅力的にはデザインされていないように、おまんじゅうは思えるヒロインたちに対して主人公がひたすらコストを払い続けて、5円チョコみたいなのを欲しいからって全財産を差し出すみたいな、すんげー漫画に仕上がっている部分が、この漫画凄まじいなっておまんじゅうたちは思うのぜ。この漫画っておまんじゅうたちからしたらそんな感じの本当にすげーって思えるすげー漫画なんだけど、この作家の癖というか好きみたいなのが作品からにじみ出てるし、作品は多様だし、おまんじゅうがわからない作品が必ずしもダメな作品ではないし、この漫画は作者の癖とか好きって追求した方がいいっていう感じの漫画だし、この作家が2020年に最適化した作品を作っても多分合わない、多分もののけのように打ち切りになるって感じの漫画。何が言いたいのかというと、多分好きな作品を作ることが最も読者の共感を呼ぶと思うよ。少なくともおまんじゅうはこの漫画を読んでそう思ったよってことを言いたかったので。